はい、どうも、ゆうたです。今回はちょっとリアバンパーカット、まあカットって言ってもちょっとダクトをこう穴を開けて作っていく、で網を張ってやっていくタイプです。本当はね、下から切りたいんですけど、ちょっとさすがに似合わないかなっていうのもあるんで、ちょっとくり抜いていきたいと思います。はいはい。でどんな感じにやっていくかなんですけど、ここをちょっと穴開けていきます。でちょっと事前にどんな感じに穴開けるかっていうのをこういう感じで、まあ、角は丸くしてあります。で一応ここにこういう感じと、ここに大きめの一発やって、向こうが右側も同じここに穴を開けて、でまあ、あの網を張ってねやっていきたいと思います。で穴の開ける場所はもう感覚ですね。ここにピーっていうラインがあるんで、下はここに合わせて、こんな感じで、ちょっとマーカーをしていきます。まあこんなもんでしょう。はい。ほんで真ん中はちょっと幅が広いんで、これ2つ分一気に開けちゃうんで、ここが真ん中でしょ。こういう感じで、まあこんぐらいかなみたいなね。真ん中は結構こんぐらい広く、なんかちょっと右上がりになってるな。修正しよう。右上がりになってる。まあこんなもんでしょう。じゃあちょっと早速切れ込みを入れていきます。で、あのバンパーを外してからだとバンパーを固定できなくて、
多分ちょっと力入れにくいんで、切るのだけ先に。中に配線とかあったらやばいよね。入らねえな。もうちょっと切るしかねえ。いや、うらうら、こんな VAB にこんなことする人いる？ていや、ていや、これであれじゃないかな、ノコギリ入るんじゃないかな。想像以上にむずいぞこれ。全然動かねえ。畜生。はい、とりあえずね、あのカッターでこうビーッと気合で入れてったんですけど、この湾曲がね絶対に難しいんで、ちょっと電動ドリルでこの後やっていこうかなと思います。はいはい、今ねここにあのドリルで穴開けて、とりあえずこんな感じ、こっちは切れたらいいね。ね、あの電動のね、あの切るやつがあればいいんだけど、持ってないんですよ、あいにく。なんでしょうがない、なんとかやるしかない。こんなね新しい車に穴開けてって思ってる方、いいんです、これがいいんです、これが気持ちいいんです。よっしゃ、穴開いたぞ。こっからね、ちょっとこいつらをね、綺麗にしていきたいんですけど、めんどくさそうだね。どうやってやろうかな。はい。で、今そう、こんな感じで開いたんですけど、削っていくのがね、これとあとこれしかなくて、ちょっとね、こいつでやってみようと思います。これ本当は周りに養生した方がいいね。うん、割とこういう感じで綺麗になってきました。はい、この調子でちょっとやっていこうかな。はい、で真ん中もねやりましたよ。
こんな感じです。こっからまたちょっと整えていきます。はい、とりあえずな、軽くやすりました。まあ最終仕上げはもうちょっととりあえず全部開けてからちょっとやろうかなっていう感じで、次もね、右も次こっちをちょっとやっていきたいっすね。はい、今大雑把に切り終わってこんな感じなんで、ちょっとやするところを見せますね。感じです。はい、でね、今一応全部ヤスリもかけ終わってだいぶ綺麗になったので、ここ黒いの見えちゃうんで、この純正のタッチペン、青いのもちょっと塗ってみようかなと。おお、こっちの方がいいかな、黒いの見えてるより。こっちのどっちがいいかな。もう塗っちゃったから塗るしかないね。これでちょっと地道に塗っていきますか。全然カメラだと見えないな。グルーガンとやらをね、初めて使ってるんだけどね。意外と簡単。がっつりくっつくねっていう感じで、どんどんやっていきます。はい、っていう感じで今ね、取り付けが終わりましたよ。どうすか、このワンオフ感。なんかね、意外とね、ちょっと自分の想像通りでかっこいい。はい、っていう感じです。ちょっと細かいところ汚いんで、それは後で綺麗に修正していこうと思うんですけど、一応まあこんな感じでね。はい、じゃあこんな感じで今回は以上になります。はい。